はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でヒコです。キララファンタジー始めていきましょう。早起きは健康にいいんですよ。しっかり練習すれば不安も吹っ飛びますよ。ギター濡れたままにすると指板にカビが生えるらしいですよ。ギターは生き物。朝のトレーニングどう？気持ちいいのに。頑張ってるわね。戻りました。すごいわ。行ってきます。期待してていいよ。なかなか伸びないな。よし、頑張ってくぞ。すみません。助かりました。すごいです。尊敬です。天才です。憧れます。はい、というわけで、風呂上がりの牛乳は格別。エトワリア湯煙事件録収集クエスト。ちょっとしたトラブルにはもう慣れちゃったわ。私もご一緒させてもらおう。お手柔らかにお願いしたいです。気合を入れていざ。ただいま。受けてください。私だってやる気ですよ。支援するぞ。心配はいらないです。ギターソーマンです。時間はかけたくありません。どっちしよう。私だってできるんだから。カメさんになれ、カメさんになれ、カメさんになれ。チェックメイトですよ。少し待ってください。ここをこうして。できました。
どうぞ。皆さんのおかげです。温泉はいいんだけど、みんなで入るのはなんだか恥ずかしいわ。やれるのか。容赦はしませんよ。やれるのか。支援するぞ。この技なら。容赦はしませんよ。任せてください。この技なら。いい流れですね。痛いですよ。ダンボールの壁。今度は戦うぞ。覚悟はいいか。次に来た人を取っておき使います。修行の成果をお見せします。ああ、まあ、中毒者弱らせてもよかった。またお願いします。当然のことをしたまでです。一人だからな。温泉のお土産ってどういうものがいいのかしら。受けてください。修行の成果をお見せします。キラシャミルダイヤに入ります。キラキラの思い出を倒しちゃいますよね。私だってやる気ですよ。つけ立ちいたそう。受けてください。すごい。勝ててよかったです。今上級ですよね。どんどん行きましょう。ちょっとしたトラブルにはもう慣れちゃったわ。最後上級です。そろそろ行きますよ。お手柔らかにお願いしたいです。悪さは許しませんよ。あ、強いわこれ。行くぞ。この技なら。行っちゃえ。これ使いましょう。これでどうですか。修行の成果をお見せしま
人残った。支援するぞ。ようやくここで使える。この技なら。世界のために。もうやるしかない、先に行くしかない。参ります。真ん中の階残った。支援を回復。任せてください。やめて。ここで交代。戦うぞ。これは効くはず。いきますね。私だってやる気ですよ。大勝利です。ちょっとしたトラブルにはもう慣れちゃったわ。はい、ということで次が風属性ということで火属性チェンジです。炎属性にチェンジ。小沢遥か行きましょう。今日はみんなでお出かけだね。こりゃまたきつそうなの。気づいたかい。ボスからほとばしるオーラに気合を入れて、いざ。守りもしっかりしなきゃ。痛いです。ここまでです。来た。アイディアが降りてきたぞ。気合を入れて、いざ。きっと大丈夫。まだまだやれる。無理しないでよ。決めましょう。ショーの開幕だ。頑張るぞ、チェンジです。頑張り、やっちゃいますよ。なかなか苦戦してますね。うまくいくといいんだけど。ここで2つ目スキルしよう。ストア吹かせる、かっこ回復。ゆうちゃん、派手にやっちゃいましょう。まあこうなりますよね。勝利のポーズってこうかな。ちょっとしたトラブルにはもう慣れちゃったわ。中級。青い3。赤さ有利使用です。テンション高めで行ってみましょう。一丁やりますか。気づいたかい。ボスからほとばしるオーラに悪さは許しませんよ。今は我慢の時だね。負けないぜ。正面突破でいきましょう。守りもしっかりしなきゃ。ここは我慢です。
今は我慢の時だね。私が何とかし、子供扱いして、舐めないでください。私たちの勝ちです。やりましたね。温泉のお土産ってどういうものがいいのかしら。ちょっとスタミナなくなりました。行きましょう、上級。私もお供いたします。こりゃまたきつそうなのだ。そうだね。負けないぜ。ここまでです。やばいやばい、今は我慢の時だね。気づいたかい、こっちからほとばしるオーラに。一人削っていくしかないです。さあ今のうちに。とりあえず自分大回復させないと。さあショーの開幕だ。ダイヤリー使うのもったいない。私が何とかし、当たってください。さあ行くよ。やむを得ないね。みんなと一緒ならできるよ。強い。チャンス。いきますよ。おー、来た。こうやって、こうして、いい感じ。きっと勝てるって思ってます。おっと、温泉はいいんだけど、みんなで入るのはなんだか恥ずかしいわ。平成じゃなくて、日に焼けやすいので日差しがちょっと心配。今日か。いや、進化させないとダメじゃなくて、異常進化できないんじゃなかったっけ。できないんですよね。限界突破だったっけ。限界突破もできません。なので編成でもう頑張るぞいは降板させて入れ替えるしかないです。日に焼けやすいので日差しがちょっと、この属性の。頑張るぞいは交番。うん、まあいいんじゃないかな。え、なになに。
彼女を交換か。そしてナージュなんで、途端に弱体化してる気はするけど。中野あずさです。親がジャズ…ちょっと忙…助かりました。すごいです。尊敬です。天才です。憧れます。ここのお…ちょっとしたトラブルにはもう慣れちゃったわ。上級3回はいけますね。情勢によっては投入しないといけない場合があるんで、それなりの実力者を揃えたい。クエストへ出発。みんなしっかりやろうね。ああ小羽弱いからな。残念。こっちでした。小羽を回復。来た。アイディアが降りてきたぞ。負けないで。いいですね。ワン、ツー、ダウン、アウト。倒しきれない。覚悟してください。皆さんをリフトアップします。これですね、壁役です。これに13に上がった。モーリー、アーゲ、ヨー。チアが皆さんの追い風になれば。この程度なら。残念、こっちでした。使ってみましょう。アドバイスを生かす時でしょうか。どんな技を使うんだろう。やってみましょうか。すごい怖いな。炎上するぞ本当に。やばすぎます。そうかかってきなさい。おいしく料理してあげるなんてことはありません。気づいたかい。僕からほとばしるいい仕事してますね。当然だな。席はやめ。なんか合わないからな。温泉のお土産ってどういうものがいいのかしら。さあここから長級を長級でやりまくる。カルダモン使ってみよう。クエストへ出発。みんな一緒だから大丈夫だよ。みんな遊び心を。クリティカル。
隠れを守らないと。私も頑張るから。弱い小羽。倒せない。ゆうちゃんを守るんだから。モリ、アゲ、ヨウ。なかなかカルダモン投入ポイントがない。ここだ。やれやれ、急いでるんだけどな。逃がさないよ。当てた。いつでも準備いいよ。羽まで投入。行くよ。こうなったらチアパワーで行く。じゃあ。ディフェンダーアップしてくれるんですね。これは多少使いどころが見つかった。お金打たれ弱いから逃がさないよ。使えるかなっていうのがあったんですが、お互い死力を尽くしました。急にびっくりした。どんどん来い。すごいよ。ああ知らない。お腹いっぱいになる。まだまだ。なかなかやるね。まだいけるだろ。おっと、二人ともミスった。面白いものを見せてあげるよ。始末するよ。私が終わらせると言ったら、もうすごいな、俺。あれです。燃えたでしょ。皆さんをリフトアップします。あれになってくれますか。この程度なら。さあ、先を急ごうか。温泉のお土産って超級。彼女らレベル上げないと使いづらいな。それなら若さ使おうよ。ボーナスポイントもありますからね。で、彼女はですね、ゾンゾンしてきます。ピカカータ行きましょう。鼻からレシーブ。正義の鉄槌を食らわそう。残念、こっちでした。いや、私が助けるね。もう助けないと、あのすぐ死ぬ。死にそうだから、ね、私も頑張るから。やります。結構この集団攻撃は意味がある。気をつけて。負けないぜ。使いますか。いつでも準備いいよ。17000か。単独攻撃としてはそんなに強くはないですけど。ヒトアは聞かせてやるんだから。
をつけてね。私が手伝ってあげるわ。いやいや、ネアアイス上がったらまずいだろ。タオルが、いや、もう死ぬでしょ、こういう風に動けない。よし、いつでも準備いいよ。僕からほとばしるオーラに。こ、怖くなんかないよ。自身にリカバリー。一緒に頑張ろうね。モーリー、アゲ、ヨー。あたた、あたた、あたた。だったばっかり。クリティカル、やっちゃって。ディフェンダーも上がる。この行くよ。まあ倒し合いますけどね。ファオファオ、ダメ。ちょっとしたトラブルにはもう慣れちゃったわ。消回復できるな。もう一回やけやりましょう。誰がいいだろう。カルダモンを投入したので、カナタ絶曲投入できなかったらもう一回カナタを出番を上げましょう。みんな一緒だから大丈夫だよ。いや、いや、負けないぜ。強化なかなか高い。さあ、ショーの開幕だ。残り1体。さあ、どんな技を見せてくれるでしょうか。油断しちゃダメだからね。作戦通りにね。どんどん削ってくれます。風向きの足が倒しちゃうのか。強いです。勝った、勝ったよ。いろいろもらえますね。トレードショップ行きましょう。お土産ってどういうものがいいのかしら。早朝早起きは三文の徳。こっちは今だけ。また旅ってのがあります。交渉成立。このまた旅が星結晶効果につながるわけか。スロースタートかな。交渉成立。全部使っちゃいましょう。交
渉成立。このあたりですね。こちらはまあ行かなくていいか。おはよう。朝から鍛えるぞ。じゃあそのままレベルアップはできますね。なのでスキルを使い続けていくことが大事になります。ここの温泉は調整できる？できるんだが、これもう時間が結構経ってるんで次回にしましょう。温泉のお土産ってどういうものがいいのかしら。はい、ということで今回はイトリア湯けむり事件録収集クエストを行いました。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。このキララファンタジアの動画ですね、プレイリストにまとめております。こちらも説明欄にアドレス記載してます。ぜひ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。